あまり前に出るな。いつどこからズーグルが現れるかわからん。大丈夫だよ、来る時だってなんとかなったし。いいから下がっていろ。そんな、ダメだよ、私が頼んで来てもらってるのに。お前が倒れたら案内役がいなくなる。それに危険を引き受けるのは老いぼれの役目だ。でもお前にはこの国の抵抗組織とつないでもらわなきゃならん。それまで元気を取っておけ。うん、ありがとう。でも確かに、どうやって通り抜けたの？ズーグルに全く遭遇せずに済んだとは思えないけど。何かうまく隠れる技でもあるのか？ああ、うん、そうそう。私ってほら、こう見えても結構すばしっこいから。そうか、何にせよ運も良かったんだろうな。すばしっこいね。それにしても、山一つ越えただけなのにこんなにも気温が違うなんて。そんなに違うのか？カラグリアは暑かったよ。俺は見た目の違いしかわからない。自覚できなくても体は反応するんだね。そうか、くしゃみが出たら寒いってことか。くしゃみは風邪の引き始めというわよ。寒さを感じないならなおのこと体調管理に気を。今のはくしゃみなのか？言葉を噛んだだけよ。いや、俺のとはだいぶ違ったけど、今のは確かにくしゃみ。違うって言ってるでしょ。お互い体調管理には気をつけような。もうカラグリアに後ろ髪を引かれているの？いや、むしろ離れられてホッとしてる。ホッと？安心したっていう意味？誰も彼も、見ず知らずの人までが俺のことを前から知っていたみたいに話しかけてきて、正直落ち着かなかった。それだけのことをしたんだ、お前は。レナのスルドを倒し、炎の門を打ち壊すというな。けど、それは炎の剣があったからこそだ。ビエゾの元にたどり着けたのだってジルファたちが。それでもビエゾを倒したのはお前なんだ。それに人間ってのは守ってくれそうなものを崇めたが、英雄だなんだと呼んでな。俺はそんなもの求めていない。そんな、スルドの代わりみたいな、俺は嫌だ。変わっているな、お前は。本当にそう思うなら、その感覚を大事にしろ。迷った時は、その声に耳を傾けるんだ。そうすれば、見失わずに済む。お前が正しいと思う道をな。俺が正しいと思う道。すごいな。振るったのはあなたよ。ズーグルもカラグリアのとはだいぶ違うんだな。寒い国だからね、それに合わせた種類なんだと思うよ。なら火の属性を使えば有利に戦えそうね。これは？
高いな。いじめはつかんのだが、これで終わりだ。何かの役には立つだろうさ。そうな相手ね。出さない。囲まれていると冷静になれ。風よ、また一つ乗り越えたな。ああ、自由の味はどうだ。悪くない。少し温まっていくか。人がいるじゃない。休める時に休むだ。仕方ないわね。なあ。うむ。ちょっと、あら、
うむ。ああ、シオン、満足したか？ええ、十分よ。あれだけ食べたら満腹にもなるか。腹八分でやめておいたわ。え？受け取れ。終わりだ。
決めて全力にしろ。これで終わりだ。その調子で続けなさい。言いたいことでもあるの。決めて。これで終わりだ。片付いたわね。行きましょう。ああ問題ない。容赦しないわよ。ドクラッシュ抜き込め。行け。やれ力で全やる。投げ払う。くらえ。終わりよ。マグナイン。やっと。はあ。投げろ。力で受け取れ。与え。やれ。マジンケン。やめよ。ニエンジン。もう一発。やっと。受け取れ。ダンクケン。人が暮らしているのか。メザイ224、ありふれた小さな村だよ。何か聞こえる。争っているような。執行隊、蛇の目が来てるんだ。迂回した方がいいと思う。どの道あんたたちは目立つからそのつもりだったけど。住人に密告されかねないから。やらせてるのはレナだよ。そう、抗わないなら嘆くのもやめるべきね。ずっと私たちを押さえつけてきた光目のくせに、よくそんなことが。よせ。だってこいつ300年分の恨みを一人に負わせるのは公平とは言えん。お前もだシオン。敬意を無視して今だけで語るな。それで今あの村で何が起きているんだ。多分通報を受けて蛇の目が誰かを連行しようとしてるんだと思う。まさか助けるなんて言い出さないでしょうね。私はスルドの首以外関わる気はないわ。アルフェン、お前は何をしにここに来た。何って、この国の奴隷たちを助けるためじゃないのか。お前はまだ奴隷か。そんな、違う。なら奴隷じゃない、自由に生きるってのはどういうことだ。覚えておけ。奴隷じゃないっていうのはな、自分の主人は自分、自分で考えて自分で決めてその結果を受け入れる覚悟を持つってことだ。わかるか。わかる、と思う。よし、ならやれ。
シオン。聞いてなかったの？私はやらないわよ。分かっている。ここでリンウェルと待っていてくれ。炎の剣なしで行くつもり？ああ、これは俺のわがままだからな。わがままってあなたね。いいこと、私にはあの炎の剣の使い手が必要なの。こんなところで死なれては迷惑なのよ。シスロデンまで無事にたどり着いてもらわないといけないのに。何かのために誰かを犠牲にする、俺たちはそれをやめさせに来たんだ。前に犠牲にしたことがあるの？終わるまで隠れてろ。いいな。クソ、やっぱりここでもダナは虐げられているのか。怒ってくれるの？よさ、非協力的な者は不穏分子とみなして連行する。おとなしく白い石突きども。くそ、また誰か密告しやがったのか。そこのお前、反抗的態度は予備罪が適用される。俺は何も。やめろ。石突きの分際でスレド閣下の命令に立てつく気か。何者だ。炎の剣を使うには村人たちが近すぎる。だがこの敵の数なら。ジルファ、お前ロウか。何をしてるの？戦うんじゃなかったの？生きていたんだな。今さら何の用だ。シスロディアは不穏分子の存在を認めない。ロウ、お前たちを拘束する。ジルファ、どうしたんだ。ジルファ来るわよ。ジルファ、捕まるつもりか。望み通りにしてやるよ。こういうわけにはいかない。終わりだ。何に払う。どうしたんだジルファ、なぜ戦わない。あの兵隊知っているのか。手を出すな。何を言って。頼む。償いのつもりかよ。いつもそうやって全部分かったような顔して。ジルファ、手を出すな。だけど、せがれなんだ。今頃思い出したのかよ。避けやがって。見たくもねえその面を吹き飛ばしてやる。くたばれ。誰？
今のは。ロウ、気をつけろ、奴らは武装しているぞ。敵の援軍だわ。炎の剣を使いなさい。無理だ、村の人たちを巻き込んでしまう。一旦引こう。なあ、もうシェルファー、お前たちだけで行け。だが、あいつを残してはいけない。アルフェ、早くなさい。俺たちの戦いはどうするんだ。みんなあんたを当てにして。すまん。あれからだいぶ経つのに誰も来ない。ジルファだけでなく敵の追っ手もね。これからどうするつもり。決まってる、ジルファを助け出さないと。もし捕まったのなら主婦シスロデンに連行されたはずだよ。生きていればだけど。まさかジルファに息子がいたなんて。紅のカラスのみんなは知ってたんだろうか。どうしてあの村にいたんだろう。あんな偶然あるのかな。あなたが見せたあの力、あれは精霊術よね。シオン、何をするんだ。精霊術を使えるダナ人なんて聞いたことがない。実はレナ人なの。違うでしょうね。レナ人なら精霊術を使うときに目が光る。あなたが術を使ったとき確かに光ってはいなかった。あなたは光目じゃない。すまない。あれは確かに精霊術だよ。レナがやってるのと同じ。私の一族は昔魔法使いって呼ばれていたんだって。ダナの魔法使い、そんなもの今まで噂ですら聞いたことないわ。この目で見た以上信じざるを得ないけど。それは多分私たちがレナが攻めてくるよりずっと前から隠れて暮らしてきたからだと思う。レナが来る前から。うん、迫害されたり狙われたり大変だったみたい。同じダナでもか。ずっとずっと隠れて生きてきたんだ。抵抗組織の人にも秘密にしてた。絶対に誰にも知られちゃいけないって。そう、父さんにも母さんにも言われてたから。だがそれならどうして使ったんだ。わからない。あの人が死んじゃうってそう思って気がついたら。ダナの精霊術、レナにとって脅威なのは間違いないわ。おい、だから何わざわざスルドに知らせるとでも。今の私は同族にあだなすものなのよ。むしろそんな力を持ちながら使わずに隠れていたことが私には理解できない。それで守れた仲間だっていたでしょうに。何にも知らないで勝手なこと言わないで。よせって、ジルファにも言われただろう。私はこの国のスルドを倒せればそれでいい。彼女の仲間の目的だって同じはず。なら力を貸すのが道理じゃないの。それは俺たちの都合だ。それにまずはジルファだ。このままにしておけない。いいよ。え？あの人を助けるんでしょ。私そのために使うよ。
あの人に死んでほしくない。いいのか。あの村に戻ろう。どうなったのかを確かめる。どうしたの？いや、ずいぶん暗いなと思って。当然でしょ、まだ夜が明けてないもの。そこがおかしいんだ。俺たちがシスロリアに来たから結構経つ。いくらなんでももう日が昇っていいはずだ。あ、そうか、カラグリアは違ったもんね。当たり前すぎて忘れてた。あのね、シスロディアには夜しかないの。え？昔からそう。朝が来ても決して明るくはならない。夜が明けない？それはレナの仕業なのか。なんだってそんなことに。もちろんレナのせいだよ。でも多分説明するよりシスロデンに行った方が納得してもらえると思う。わかった。だが今はジルファのことが先だ。大丈夫かな。ローって人が息子なら手荒なことはしないよね。そう思いたいが、とても仲が良さそうには見えなかったからな。